皆さんこんにちは、旅イツへようこそ。今日はハロウィンスペシャルということで、日本風の、ハロウィン料理を作ってみたいと思います。最初は煮物にチャレンジです。ハロウィン風の煮物です。大根と人参をご用意ください。最初に大根を切ります。最後1センチ幅に仕上げていきます。必要な幅だけ最初に切り出しまして、皮を剥きまして、最終的に1センチ幅に仕立ててください。手を切らないように気をつけてくださいね。はい、こういった形で、必要な枚数分の1センチ幅の、輪切りが出来上がりました。これにクッキーの型を使いまして、型抜きをしてまいります。こういった形で大根に、クッキーの型を押し込んで、こういったお化けの型ができました。型は何でも結構です。次に人参を作ります。人参は輪切りではなく縦に切っていくことになると思います。型の大きさ、型の形に合わせてください。こちらも同様にクッキーの型を合わせまして、型抜きをしていきます。ちょっと表と裏間違ってますけど、同じように作ります。同じように押し込んで型抜きをします。はい、こういった形で綺麗にかぼちゃの形の人参が出来上がりました。こうやって切り出しました野菜を通常の煮物というのように煮込んでください。だし汁にお砂糖、お酒、みりん、醤油などを入れて煮込んでください。はい、でこちらが、煮込み終わったものでございます。なるべく薄い調味料を使っていただいた方が良いと思います。色が濃くなってしまいますので、お醤油も白醤油などがありましたらば最高です。今度こちらに目をつけてまいります。目はこういった形で海苔を三角形あるいはギザギザに切ったもの、これをご用意いただきまして貼り付けてまいります。このようにまずお化けを用意いたしまして、そこに目を貼り付けていきます。なかなか細かい作業になります。爪楊枝あるいはピンセットを使いますと比較的やりやすいかなと思います。手で貼り付けていくのはなかなか、難しいところあります。形で顔、まず目を2つつけるだけでも顔のようになってきますよね。で続いて人参にも同じように顔をつけてまいります。まあ、人参はかぼちゃに見立ててますけれども、このかぼちゃは通常ギザギザの口をしています。ですのでこういったギザギザの糊を貼り付けることになります。これがなかなか切れやすくて大変ですので、気をつけてやってください。はい、こういった形で顔が出来上がりました。で今回は椎茸もついでに作ってみました。椎茸にも顔を乗せてみるんですけれども、この白目はマヨネーズです。でこのマヨネーズに黒目をつけます。黒目は佃煮の海苔を使いました。これをビニール袋に入れまして、角をちょっと切って絞り出すということで黒目を作っています。これもなかなか細かい作業になります。はい、こういった形で顔が出来上がりました。なかなか可愛いと思いませんか。はい、こんな形で煮物が用意できました。とっても可愛い煮物になりました。次はパンプキンスープです。まずかぼちゃをご用意いただきまして、今回は4分の1のサイズのものを使いました。最初にこの種抜きをいたします。そして種を取りましたらば、切っていきまして、これに電子レンジで温めてください。こちらが電子レンジをし終わったものでございます。柔らかくなっています。冷めましたらば、かぼちゃの皮を取ってまいります。
もう柔らかくなってますので、すぐに、取っていくことができます。緑色の部分が残らないように、切っていってください。かぼちゃの皮が切り終わりましたらば、玉ねぎのみじん切りを作ります。玉ねぎをみじん切りにいたしましたらば、こちらをお鍋で炒めてまいります。そしてそこにかぼちゃを入れまして、お水を入れます。柔らかくなるまで煮込んでください。そしてかぼちゃが柔らかくなりましたらば、ハンドブレンダーなどを使いまして潰して、かぼちゃを潰していってください。こういったペースト状になるまで潰していってください。ここに牛乳を入れます。牛乳を入れまして煮込みながらスープに仕立てていきます。この時焦がさないように十分お気をつけください。で、こんな形でスープが出来上がりましたらば、塩、胡椒、それからお好みのスパイスなどを使いまして味を整えていただければと思います。私はシナモンを今回入れました。その他オールスパイスなども入れております。このあたりはお好みでいろいろトライをしてみてください。とっても深い味わいになってまいります。今日パンプキンスープはまた後ほど使います。次に茶碗蒸しにチャレンジしてみたいと思います。洋風です。まずお水をご用意いただきまして、これを沸騰させてください。そして、お湯が沸きましたらば固形スープの素を入れます。そしてこの固形スープの素を水でとお湯で溶いてまいります。完全に溶けましたらば、これは、冷ましておいてください。その間に、卵を溶いておきます。で、先ほどのコンソメスープをですね、十分に冷えましたらば、卵の溶き汁に入れてまいります。そしてこれをかき混ぜます。均一にかき混ぜませんと十分に固まりません。うまく固まりませんので均一にかき混ぜてください。そしてこれを耐熱性の容器に移し替えます。この時上の方を少し開けておいてください。でこちら蓋がありましたらば蓋を使っていただければ結構ですけれども、蓋がなければ、アルミホイルでこういった形で蓋をしてください。そしてこれをスチームいたします。20分ほどスチームしますと固まるかと思います。こちらがスチームした後のものになります。はい、十分に固まっているのがご覧いただけるかなと思います。で今回はハロウィン風ということもありますので、先ほど作りましたパンプキンスープ、これを上にかけてまいります。このパンプキンに顔を作りまして、出来上がりと、こんな面白い形のパンプキンスープになりました。最後はお寿司にチャレンジです。ミイラ仕立てのお寿司にしました。まず普通に炊いていただいたご飯にイカスミを混ぜまして、このような黒いご飯を作ります。今回のイカスミはパスタ、イカスミパスタについておりましたソースの素を使っています。そしてオレンジ色のご飯ですが、これはご飯を炊くときに人参のジュースを加えています。それでオレンジ色にしてあります。でこちらはあらかじめ酢飯に仕立てておいてください。この黒とオレンジのご飯を混ぜ合わせます。あまり混ぜ合わせすぎますと黒が非常に強いですので真っ黒なご飯になってしまいます。加減をしていただきながら、混ぜてください。でこちらが混ざりましたらば、通常の握り寿司をお作りになりますような形で握っていってください。今回は握りのネタとしましてスモークサーモンを使っています。スモークサーモンのオレンジと黒、このコントラストを出したかったということで、
スモークサーモンを使いました。そして、あらかじめ煮てあったんですけれども、かんぴょうを、使ってこの寿司を巻いてまいります。まあ、あまり長いと後で食べにくいですので、適当な長さに 2,30 センチほどに切っておいていただきまして、それを寿司に巻きつけていってください。この時お寿司が非常に崩れやすくございますので、お気をつけください。はい、こういった形で巻きつけてまいります。ミイラ寿司でございます。でこのミイラに顔を作っていきます。今白目がついております。この白目は、チーズで作ってあります。このチーズに先ほどと同じように佃煮のりを使いまして、目玉黒目を入れてまいります。はい、いかがでしょうか。黒目が入りました。こんな形で、かわいいミイラ寿司ができました。いかがでしたでしょうか。この番組が気に入っていただけましたらば、ぜひライクをしてください。そしてチャンネル登録も合わせてお願いいたします。私たちのブログもどうぞよろしくお願いします。また次回をお楽しみに。それでは。